どうも、こんばんは、ヨネです。今回はフェイトグランドオーダー、復刻クリスマス2016ピックアップ、召喚日替わりということで、イシュタルがピックアップされてますね。2017が気になるとこなんですが、イシュタル欲しいので、引いていきたいと思います。まあ、霊装も欲しいですね。効率よく進めたいんで。はい、ということで、じゃあ、単発じゃなくて、連続の方を引かせていただきたいと思います。まあ、動画で出したことないよ、確か星5な。この10回だけ引くってやつで。だからなんかもう、そろそろ出てくれてもいいんじゃないかなとか思ってみたり。アーチャーの星5はね、僕あれがいるんですよ。あ、やべ、名前ど忘れしちゃった。オリオン。オリオンがね、いるんですよ。何を隠そう、僕 FGO を始めて一番最初に当てた星5サーバーがオリオンなんで。まあ、リセマラで、ジャンノールタから始めたんですけど、ガシャから出てきたのはオリオンが最初ですね。いつの間にか出て、画面タップしてたら出たんで、そんな感動をね味わわなかったんですよね。演出もあったのかどうかすら覚えてない。これ今なんぼだ、5ぐらいか。ランサー5ぐらいかな。おなんでこのバチバチが来るんだ。ランサーで、ランサーのバチバチって何。まあバチバチの時はね、星5が出てくれてもいいんじゃないかなと思ったりもするんですけども、まあいいですよ。アーチャーバチバチ来い、バチバチ来い。お、来た。マジ、よっしゃ2連バチバチ神引きかな。びっくりする。やっと動画のさ、この10連でさ、ピックアップ引けたわ。マジかよ。やったぜ。これは嬉しいな。いや、これは嬉しいですね。レースを来てないけど、まあいいでしょ。イースターさん、マジっすか。まあ、あれですね。よかった、無料分で。あら、まだあるのか。あれ、まだある。あれ、俺数読み違えたのかな。僕はね、正義の味方になりたかったんだ。はい、というわけで、今回は2016のクリスマスピックアップ、イシュタル無事引くことができました。演出ありの。はい、というわけでお疲れ様でした。皆さん引くことができたんでしょうか。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。